学生の頃からクールだとか落ち着いてると言われてきた。人より感動が薄いのかも。え？雪？俺、実は雪女の末裔でして、感情的になると氷が出たりするんです。すごい。早速今までの人生にいなかったタイプの人に出会ってしまった。これから同僚として、よろしくお願いします。テレビアニメ氷属性男子とクールな同僚女子、2023年放送決定。ここで再会とか奇跡やん。